お疲れ様です。今日はですね、こちらは深海ザードホグやっていきます。さあ、なんとね、大型バランス調整来まして、まあ、計20枚近くのねカードが調整されました。まあ、ほぼ全てが下方と言ってもねいいでしょう。でその中で、まあ、テスラはね、まあ、下方ではあるんですよ。 HP ボーナスなくなったんですよね。なんですけど、まあ、なんですけども、なんか壊れた時に、まあ、進化テスラね、はい、壊れた時にパルスがね発動するので、まあ、なんか全体的に見ると強化なんじゃねえかなと言われてます。でそしてウィザードも、まあ、他の進化がね全て下方されてる中で、まあ、元が弱いから元が弱いからね、めでたく何も調整されないっていう、下方されなかったんで、まあ、そういう部分ではウィザードねちょっと強いんじゃないかなっていう。やっぱ他と進化と比べて弱かったんですけど、他だけ落ちたんで、でさらになんならシールドの HP 増えました。はいこいつだけ空気読めず読まれず強化されましたんで、まあ、このタイミングなのかな。なんかシンクリザードは出た当初に弱すぎるっつって私たちの想定とは違うっつって、運営がそう、シンクリザードのシールドの盾をもう少し増やしますって言ってたんですよ。だから結構前にシールド増えてたらごめんなさい。でも俺の知識では知らないんで、今回の調整でなんか増えたんじゃねえかなと思ってます。はい、ということで、ウィザードテスラ時代もね、あるんじゃないかな。うい、いいね。まあ、他が弱くなったんだよね。こいつだけ単純な強化受けてるんだよね。おぉ。一発？いや、その一発入んのか。でかすぎる。え？ジャイウィズミニペスパーキー。恐ろしい。これも結構さ、えぐいカウンターいいかな。京介の HP 次第では。少ない相手、何からいいの、スケブ的な。あー、これダクネ落としたらさ、ダクネ落とすっていうのかな。じゃあ何落としたい今俺は。ボイドか。いや、もうちょっとなんかあったか。まあまあ悪くないでしょう。ボイドでね頑張ってスパーキーも当てましょう。1点狙いできれば破壊できます。そして進化渦ね、スパーキーも受けれるかな。一発言っちゃえばね。さあ、いやむずいや、これ最悪、これウィザード体で解決してくんないか。ああ強すぎる。もう終わってるよ本当にマジで強すぎるんだけど、ボイド。まあさすがにテスラ延命してあげれば、クロロアってテスラゲーなんだよ。いやこれね、右も左も狙えるカウンターになるから、相手視点ちょっとうざいんじゃないか。破壊したい。であっちにコストを割く読みの、こっちに行っちゃう。ウィザードやだな。いやー、事故らねえか、結構。いや、いいね。いや、待ってゴブリン入ってんだけど。え、これさ、見て。最強説ない。微妙か。うい、間に合う。さあ、ミニ残り来た。からの、スパーキー出したいんじゃない。そんなコストねえな。はい、ブッパー、ミニペッカー、ブッドで、弾いて。弾いてゴブリング邪魔して、おい、気持ちいいね。さあ極極、いや結構いいデッキか。ウィザードね、まあボイドに弱いっちゃ弱いんですけど、まあ弱っちゃ弱いか。まあ今みたいに延命できれば強いな。でさっき触れたかも覚えてないんですけど、ダガーガールもね、あの解放された、はい、1枚、あ、やべそんなことある、最悪や。ちょっとうっと下手にも程があるか。下手じゃねえし最悪すぎる。マジやだ、めんどくさい。ウッドがずれただけなのにウッドがずれただけなのにいきなり1000ダメ終わってるわ。ちょ待って、相手鬼子か、次な。ガゴムレとかあるぞ、これワンちゃん。え、ガゴムレシップ。
もうふざけんな。次は外さねえし、2回も外してたまるか。打っときたら天才だな。よかった、天才じゃなくて。相手ガゴムレとインフェストね。いやこれもうやだ、頼む。なんか気をつけ、たまたま入りそうじゃない？なんかあれ入んのこれ？お？これ入ってんの？入ってない？いや入ってね。ズドーン、熱い。なんか来た。いやこの防衛むずい。新カイザード防衛もあったか。俺吹き飛べ。うん？うん？ただ痛かったやつになったが。ごめんねウィザード。なんとかガゴムレやばい。ガゴムレってさ、ボイドで飛ぶんかな。6体ぐらいいるもんな。いや、前の3体ぐらいに当てて、いや、意味ねえか。むずっ。ガゴムレ、ウィザードいるわ。もうやだ、それ、さっきから。え、待って、めっちゃいいのある。最強進化デストロイ来た。でけえ。しかもこれ壊れた時にもパルスあるから、最悪ウォールブレーカーがとかに一発やられてテスラが壊れた後もそのもう一体をね足止めしてくれる。さすがに。おい、あとなんかあれだな、ウィザードに対して来る、まあこの試合はないけど、まあそれこそ何これ何ボイドか、ウィザードに対して来るボイドとかも、キョスケで延命できるんで、なんかキョスケもちょっといいかもね。この、対ボイドとかに。可能性としては。かわいそうだって、ウィザードか。いや、ウィザード、相手のデッキに刺さりすぎじゃね？ガガブレギャング。いや、超2個勝つね。多分、インフェあったけどな。ギャングで守ってくれたのはデカすぎたか。さあみたいなところで、まあ、いろんな進化が弱くなってる中で、このテスラウィザードはちょっとね今季、まあ、調整内容だけではね、そこだけ見るとだいぶ強いのでおすすめかなと今んとこね。まあ、まだまだもっと触れていくと、まあ、やっぱ進化ロケホ、進化アーチャー、ヤナメ持ってないデッキには強すぎるかもしんないしね、触っていけばだいぶ変わりそうではあるが、テスラが強いことだけは間違いねえな。ウィザードもなんかいいかもな。うん、マイチ、あーこれ新鋭隊かもね。いやウィザード一発、いやなんか新鋭隊、いやーマジそれだな。新鋭隊ロキコカフキアのちっこいのいっぱいいますよデッキや。ゲーム悪いな。いやまあ俺はね仕方ない気がする。え、入るんかーい。ぶっ飛ばすだけぶっ飛ばしてね。なんかウィザードの位置ではさ、今頑張れたかもしんねえな、出す位置次第では。いやまあマジついていけねえ相手の回転に。ボイドがさポイとかだったらいいんだけど、新鋭隊ギャングに打ってどうなるかな。3コスドブに捨てるだけで終わるかな。いやマジできちいなこれ、うん、マジできちいっす。どうしよう。1倍耐えれば後半は戦えるんだよな。そう後半はねウィザードが絶対残るんで、1倍タイムだけ耐えたい。いやこれ新鋭隊バカで飛ぶっしょ。飛んで、ヤナメは回る。いやいいよ、いや本当にこっからっすね。多分相手の呪文ってヤナメだけなんですよ。いやこっから相手苦しいぞ。でも進化ロケ結構あるね正直。ボイドでぶっ潰したいが進化ロケはない。いやーまあキョスケマイティに行かれるのはねちょっ
ともったいなくも感じるが、まあ耐えだね。ウィゾドツイ、これボイドで守れんのかな終わってるかボイド、マジ弱いよマジ弱いんだけど、終わった。こういうさ、謎デッキとか引くと終わっちゃうね、ボイド。マジやだ。ロケホー削り。でも俺こっからでも勝てるんだよね。うん。気持ちは。もうやなみ2周やぞ。あんたそれ知ってやってんのか。全然ボイド、ボイド、ボイドー、マジでボイドクエイクだったら余裕だったもんなっていう。なるほどね、ボイドボイドに強すぎるだろやべえな。ウィザードでカバーできればよかったが、ついていけなかったなみたいなね。ちゃんとボイドに強いデッキもあるらしい。ラバなんてね、いやこれマジでボイドや。で、キョスケで蓋したらボイド来なくてイントラで回収されてっていう。まあ、気持ちシェードの蓋。端前インドもスケドラもある。え？ボンバーのパターンの？余裕強い。ちょっと熱いか。うい、いいでしょ。これで600しか受けてないやん。まず相手のデッキをね、知ることから。ラバスケドラ、ボンバーね。でもサイクルが2回に1回から3回に1回になったんで、まあ、結構弱くなったんだよね。めっちゃ逆サイ行くよ、アピシオ。行っちゃうもんね。ごめんなさい。でかっ。終わってるやん。マジで終わる。ラバ来ないで。バルーンか。ボイド強すぎだろ。延命分かっててもできねえんだけどさ、どうすりゃいいんだこれ。いや次進化版ね、突破しようだもん。進化テスラで守ってやるよ。そんな、やべ、世界で一番微妙なと見せかけて。守るのも大事。守れば俺の時代がいつか来る。てか相手さ、メガゴだったんで。出た、キョスキョウとかさも大変なんだ。陸もない。え、これさ、言っていいと言っている。一発、うおい強いか。進化ウィズと進化テスラでね、耐えましたね。危ねー。
まあ深海ザイといるんでラバには相性良さそうに見えるが、マジボイド1枚で変わんな。え、めっちゃ可愛いそのスタンプ、マジか、初めて見た。まあウィザード進化回しますか、おとなしく。ああ、ボイド打ってくれたら打ってくれたで、まあいいしな。なんだこの面白枯渇みたいなの来たな。ナイトバレルコウモリユキ、絶対面白枯渇やん。え、だが寝てる、マジ渋いか。ハシマイナイトからのが見える。まあまあまあ、これは別にヤナム打ってるようなもんなんで、まあ枯渇なんだけどちょっと特殊なんね。いやマジ、なんか出したら逆サイに来るんだろうな。うー、ものすげえ来るが、いやゴブリン優秀すぎたね。いってらっしゃい、一発。まあさすがにね、はい、ハシマイプリン来るよ。おい、こんにちは。いや、テスラ優秀だね。さあ、まあ、相手の中身が分かんねえな。全然メガナイトとか言ってもおかしくない。まあ、これはケツから形組んで、巨ホグ組んで、なんかにボイド打っちゃ勝てるデッキなんで。あれ、早く打ちたかったな。構えとかなきゃな。結局飛ぶもんな、これ、延命しても。ゴブリンいいね、いいウッドすぎる。え、しかも雪玉だからさ、相手このなんかこのゴブリンもきついやん。ボイド打ってもいいしな、打たな、打ってもいいか、邪魔だ、さよなら雑か。え、これロキ美味しい、やばくねそのロキは冷静に、ゴブリンしかないよ。ホームに掘ったか。いや、そのボイうまいね、やばいな。でもきつそう、なんか。いや、ウィザード、え、頑張ってんの、ね、ボイドでいいや打つけねえし。ああ、ロケット忘れてたわ、そういえば。よしよし、ハシマイプリンじゃなかったらよかった。前でこのゴブリンきつくない、すごい蓋がケアがものすごい。いや強終わったってやつじゃないんこれって。これで生きて帰れるやついいのか、いそうだな。なんかでもウィザードのさ、ノックバック強いぞ。うわい、グロくないさっきから起きてることがやばすぎる。これ相手がウィザードに何もできない時の絶望感てかロケット普通にシールド持ちに打ってくるのもやべえけどな。いや深海図ちょっと熱いかな、たまにブス刺さるんだよな。キョスケとの組み合わせなんか強い気がすんな。小物系で受けにくいしな、キョスケをウィザードのせいで。で単体にはボイドで気合で突破できるみたいな、なんかキョスケイザードボイドが強いな、この3枚の組み合わせもしかして。いやこれクロスあるか、スケラマルか、上トルネもあるか、上マジきつい、延命やめて。あーオッケー、いやマジで痛すぎる、やっぱマジ行きたい。いやマジテストラマン隠れんなや、卑怯者め。あーまだいい、これ遅延テスラ取るねだ、終わったか。ナイト、はあ強すぎじゃないですか。いやまあでも相手は進化ウィズ、まあウィザードがちょっときつい、ちょっとか進化テスラに俺何もできねえのかな。いや、諦めなければあるか。
なんならキョスケにトルネを誘ってもいい。いや、あれにボイド落ちてえもんな。ナイト使ってるんでちょっとありか。あー、偉っ。いや、強すぎんだ。ロケボイドでほぼ溶けちゃったな。ロケボイドじゃない、ロケダガーか。いや、攻め進化テスラのサイクルきたー。やべえこれ、マジ限界値。トルネで近畿できねえかんな、ホグ弱すぎて。あー、トルネウッドとかで剥がしてね。マジ、あー、もう一生守られるんだろうな。楽しそうだな。楽しそうだな、相手の時一生守ってチキッつって。あー、何がクラロワやねん。建築ロケット削りゲームっていう名前やん。何をくらろうやな。いや、アイリーズもやるんだろ、そういう。いや、一発ぐらいくれてもいいやん。消えたらいいなぁ。アイリスとテスラどっちに呪文打つべきかな。悩むね。攻めてこなくなっちゃった相手。守ればいいよ。マジで。テスラ横に4つぐらい並びそうな配置してんな。あ、もうつまんな。マジだから嫌いなんだよな、クロスって。あ、本当に何がおもろいんそれ。別ゲーやってくんな。人気はできないんだよね。あちゃ食いとかだったらちょっと夢あったか。チャンスじゃったよ、ウィザードで。マジワンチャンありそうじゃった。ざけんなよ。おい、どっちが泣く方なんや。号泣してるやん。俺が泣きてって強すぎだろ。まあ今のはしゃーねえな。うん、全てに勝てたらね、それはそれで面白くないんで。いや、ワンチャンあったか。ウィザード思ったよりやったな、お前頑張ったな。は？え、まあ、マジクロス多くね。そのトルネ自分がうめえと思ってんだろ。一番タイムでやったら負けなかったんだ。いざと残るぞ。さっきのトルネはどうしたん？うめえと思ってんじゃねえのかそれで。おらこれい、おらこれい、おらこれい、これい、カン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 。
クロスへの恨みが強い。マジでクロスやばくないって、一番痛いからさ、攻め取るね、使って。本当に反省してこい。ほらやめて、ロケットとか、あんなことするくせに自分は一本取られたらもう静かになっちゃって、そういう感じね。本当にギャンブルやんか。あれが攻めとってね、勝てたらもう、はい、俺の勝ちっつって引きこもってくんのに、それでダメだったらやめちゃうんだ。かわいいやん、じじ、気をつけろ。よし、ウィザードナイス、ボイドもナイス。クロスマジで多いな、なんで吐きそう。進化テスラがさ強くて、みんなクロス使ってるやん最悪なんだけど、クロス多いの。チャキッ、ジャイね、ありがとう、来た、よろしくだよ。挨拶間違ってるぞ、クララって、てか普通に最初の挨拶よろしくやで、間違ってるよ、ありがとう。いやマジライトニングクリアン、これ終わった。ハンターはね可愛いから、さよなら。え、これ結構いて終わってない？まあライトボーイあるか、遅らすか。これ今行くとライトで終わるんで、ちょっと待って、巨石が溶けてぐらいの、うい、このウィザードホグ、いくらも使ったね。え、ゴブリン追加、いっす、うっ、うっ、行ったって暇だから、ちょっと入るよ。いいね。いやこれでもなんかガーディアン出されたらめんどいか。いや巨石か、間に合うね。こんにちは。それをやりすぎだということにあなたはまだ気づいていない。この後知ることになるだろう。ボーリー頑張って出しなよ。はい、コウモリね。この岩がないタイミングのこのアイスピで、え、溶けんの？え、ミリ残り、ああ勝ったな。こういう時にありがとうって言うんやで、ね、ありがとうのお手本。いや、しかも、進化ウィザードある。テスラ置いとくか。で、進化テスラを回しとくのもありだし。回しとこう。ボーラーリトプリなんか普通に怖いっていう。楽ね。すげえなんか、ごちいな。スケラとかあってもおかしくねえんだよ。まあでも、取り取んねえなら。別にウィザードノックバック。あえて受けてるみたいなのがある、まあ、微妙か普通にテスラを蹴ったんし。おー、でもいい、マジで強いこれ。大丈夫かな、まあ、ターン落とされなきゃいいんだよ。おお、怖っ。ん？なんかめっちゃ削られそうな匂いしてない？これなんかこっから負けんのか、もしかして。相手のさ呪文全然飛んでこないな。ボイドか、ボイドだけあったな。いやこれ来ないし、でかギリ飛来心できてます。やべ、まあ右か左かって言われると左なんだけど、右行くか。これなんか来るでしょ石野郎でした。ワンチャン溶かせそう。えマジで溶かしとるやん。え、苦しそう。いや相手絶対そっちに出したくなかった人やん。いやもう早めに溶かしちゃう。あなたはぼっち。
や、コウモリも飛んでる。いや、強いね。え、てか左ウィザードが怖いよね。怖いよね。君もさよなら。いや、このウィザード強い。シールド持ち、シールド持ちなんか体力高えな。えぐい巨ホグのこの形ね。なんかホグ飛ばす前にもう相手が苦しい感じになるな。キョスキュウィザードちょっと流行りそう。ロイジエとかでもいいな。さあ、というわけで新ガイズちょっと強かったな。なんか SP 高く感じたわ。シールドの強化あったからか分かんないですけど、まあ、あとテスラも、いや、めっちゃ多かった。なんか増えた気がしますね。もっと流行りそうですけども、はい、そんなとこですかね。まあボイドはまだまだ強いと思いますんで、まあ、キョスキュウィザードボイドね、皆さんもぜひやってみてください。ちゃんと声も押しとった、押したまたね。